さかみりほですということで、まさかみりほのハンドネームぐらいのコーナー行ってみたいと思いまーす。ということで、ね、写真チャンネルさんでございます。見てますかー？サブチャンネルも登録しましたよということでね、写真チャンネルさんは、メインチャンネルと、サブチャンネルの方があるんでね、下にリンク貼っとくんでね、またね、見に行ってあげてくださいということでございます。ここでね、来ました。このシャっていう数字ですね。いつか来ると思ってたこの漢字。この漢字ね、何画だと思います？ 1,2,3,4,5、5?6?7? みたいな感じでしょ？5から6から7ぐらいまでかなみたいな。違います！これなんと、シャは15画です！これポイントでーす！ 15画なんですよ、これ。ねえ。絶対間違うでしょ、これ、画数。ねえ。うん。間違うと思う。写真の写はね、15画でございます。で、この芯は普通にね、10画でございます。それからですね、カタカナなんで、3,2,2,4,2 でございます。ということでございます。ということになると、どうなんかくん、合計ですね。なんとですね、38画。はい、これはね、いつもよく見てる芸運ですよね。はい、学問とか芸術に強い運気を持ってるということでございます。だからね、YouTube の方もね、自分のこの感性とかを活かしてね、どんどん頑張っていったら成功するんじゃないかと思っております。どうぞ！大キス。ということです。はい。字がいいときは、画数いいときは言うことないんですよ。だいたい2分ぐらいで終わるの、いつも。だっていいんだもん、だって。どうすんだよ。これ悪くする、一回。いや、そういうわけにいかないですよ、やっぱり。ねえ、まあそういうことでね、今回ね、ハンドネーム占い、写真チャンネルさんの方ね、占っていましたということでね、まだね、見てない方もたくさんいると思う。見てない方もほとんどだと思うんでね、見てほしいなって思ったら遠慮なくね、下のコメント欄に書いていただいたらね、順次追いかけていきますんで、それでは皆さんごきげんよう。また会う日まで、会える時まで、松上りょうほでした。バイバイ。